究極ナビゲーション、略して極ナビ、ジュリエットの舞子です。そして、ユミです。そして、12月だけど寒くないぞ、天才凡人のヒョンだ。はい、この番組は同じ事務所、そして同じボーカリスト、うん、そして同世代、はい、何よりカラオケ好きの3人でお送りする、ね、毎月おすすめの女子曲、男子曲をピックアップするコーナーとなっております。はい、ぜひぜひ歌う曲に困ったあなたも参考にしてみてください。はい、君もこれを見れば、絶対に負けない。ちゃんと見てくれよ。では早速いくよ。今回の選曲テーマは寒さに負けるな、熱い曲で盛り上がろう。はい、ヒョンさんはもうたっぷり熱いですけれども、本格的に冬突入のこの季節に逆に熱く盛り上がれる曲を取り上げてみたいと思います。それではユミさん張り切ってどうぞ。はい、今回私ユミがおすすめする曲は矢井田ひとみさんでマイスイートダーリンです。ザリンザリン、ここに来て見えるでしょ、あたしがザリンザリン、あの日のキス忘れたふりするなら、ザリンザリン、横顔を前は来た、立ち向いて。この曲が出たのが確か14歳の時なんですね。14ってことは初彼ができた時なんですよ。初彼、痛いたいね、痛いたいでしょ。でこんなにね、ありがたいことにサビでね、もうダーリンダーリン連呼してくれてることないんですよ。なかなかこっぱずかしい最初の恋愛は、だから言えないです、ダーリンとかね。だけどもね、曲を通して伝える武器にさせてもらってました、この曲は。飛び道具。え、そうです。ですので、もう本当にもう熱いラブパワーのこもった、そんな曲ですね。うん。感動した。感動。続いては、ヒョンさんおすすめの男子曲です。それでは、張り切ってどうぞ。はい、対して修造が、あ、僕がおすすめする男子曲は、ウルフルズさんのガッツだぜ。ガッツだぜ、パワフル魂、ガッツだぜ、熱いも甘いも、ガッツだぜ、アドゥーザド根性、男は汗かいて目とかいて GO。 いやー、この曲はですね、本当にウルフルズさんが、ウルフルズさんが、ウルフルズさんが世代なんですよ、僕の、はい、ドストライクの、こちらも世代です。世代ですか。はい、そうです。世代ですか。はい、もう本当言いたい、トータス松本最高。そうですね、うん、あれちょっとこんな最高なんですけど、入ってこないから先の人が違うんですよ。ほんまに俺の歌い方聞いた。聞きました、聞きました。それはもちろん聞いてますよ。俺の歌い方聞いた。聞きましたよ。トータス松本最高。いやでも確かにちょっと歌い方似てましたよね。そうでしょ、似せてた。あれを伝えたかった、あれをやりたかった。なるほど、全部あれを聞いてきたかった。俺の全部したかった。こっからはヒョンさんで行くんですか。ちょっと一回考えさせてください。さあ、今回の曲ナビですけれども、この辺でお時間となってしまいました。はい、皆さんの次の曲のヒントになったでしょうか。うん、今回のエンディング曲は、はい、刀剣男士歌手清光さんの見つめてくれるならです。君も僕を見つめてくれよ。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。さようなら。ここでジョイサウンドのジョイパッド曲ナビの一つ上いく使い方をご紹介。画面上部の遊ぶタブのメニューからアリーナサウンドをクリック。始めるのボタンを押すと、ライブ会場にいるような臨場感を味わえちゃいます。歌っている間に歓声も入るので盛り上がること間違いなしです。みんなも曲ナビで遊ぼうな。